はい、どうも皆さん、こんにちは。お久しぶりです。KD チャンネルの KD です。KD チャンネルへようこそ！ようこそ！寒くなりましたね。Here's a basket case. Here's a basket case. 彼は情緒不安定な人だ。Here's a basket case.覚えとけよ。時期的な話ですけど、今日はね、たまたまね、ちょっとね、はい、ちょっと途中からですが、すいません。ここからですね、マイクの故障で、音声が取れておりませんでした。実はまあ、私が昔から欲しかったカリンバという楽器があって、それをね、ちょっと買ったんで紹介したいという動画なんですけども、いや、このね、カメラのマイクがね、本当に最近、取れてる時と取れない時があって、結構ショックなことが多いので、もう、この際ちょっと買い替えようかと思ってます。ただね、まあ、どれにしようかとか考えなきゃいけないし、まあ、使えるうちは使ってあげたいなと思ってるんですけど、まあちょっとね、というわけでちょっと撮れてない時はあるんで、今、音声自分で後取りしてるんですけど、実はこのカリンバなんですが、見た目すごくかっこよくて買ったんですけど、木のね、材質がね、あまりよろしくなくて、音がね、なんかどっかに当たってるビョインビョインって音がしてるんですよ。で、まあ、僕この開けてる時すごく、この顔でわかると思うんですけど、めちゃめちゃ、何この音っていう感じなんですよね。っていうのも、ちょっとお店で何個か弾いてみたんですよ。そうした時のその響きと、今回買った、この今ね、紹介してるものがあまりにも違うので、ちょっとこれはひどいんじゃねっていう顔をしてますね。で、この後実際につないで、アンプにつないで、どんな音が出るかっていうのをやるので、見てみてください。どうぞ。自力でちょっとやってみました。ちょっと聞いてみましょう。で、ちょっとアンプにつないだんで、アンプから音が出るかも確認してみましょう。わかりますこれ。こんな具合です。結構あれですよね。反応しないチャンネルがあるな。これわかります？このジーって当たってる音。ひどいですね。俺の演奏もひどいけど、これでちょっと曲をやろうと思ったんですよ。1曲ね、せっかく買ったんで、ちょっと待っててくださいね。今練習しますんで、曲名は後で発表します。はい、というわけでちょっと一通りちょっと練習してみたので、ハッピーバースデーというね、有名な曲を弾いてみたいと思いますが、そんなにうまくはないのと、あと音をちゃんと聞いてほしいだけなんで、そこをあしからずね、お願いします。いきます。こんな感じです。だいぶひどかったですけど、どうですか音は。そんなに悪くないですか。僕はね、この今アンプにつないだ時にここにあるんですよ、マイクが。わかります？これが聞こえる。こっからこのここまでが、これは聞こえないってことは遠いんですよ、マイクがここにあって。だからね、なんだろう、このピックアップっていうんですか、ここにある時点でちょっとおかしいのかなと思って、ちょっと歌ってみますよ。Happy birthday to you, happy birthday to you で、ただのマイクっていうのと、この今のこれは僕のヒゲの音ですね。ヒゲとここが合わさった音ですね。というわけで、まあ、好きな人は好きかもしれないですけど、僕はこれ、ジーンってことを C と D があまりにもひどいんで、ちょっとこれは何かに当たっちゃってる。多分ね、この棒が横に見るとこんな感じなんですよ。結構浮いてるというかね、僕のイメージはもうちょっとここが低かったような印象なんですよ。あとホコリがすごく溜まってたりとかして、何よりもメイドインチャイナっていうね、ここがやっぱ国産との違いかな。思想を何回か僕店でしてるんですけど、ここまでのやつはなかったんで、歪みを入れてないのにこの歪みが出ちゃうんでね、まあ、こんな感じですわ。だからまあ僕は実はなんですか、アマゾンで調べた時にこれ出てこない、アマゾンじゃねえや、 YouTube で誰か買った人いないかなって思って調べたけど出なかったんで、今回これ載せるんですけど、ちょっと長い動画になっちゃいましたけど、ちゃんとこれ聞いてから買うことできないんで、これをちゃんと聞いて参考にしてくださいね。というわけでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。変じゃなければ。